まあ、あの原作が23年前になるかな、もう3年前の原作になりますので、あの結構忘れてるなっていうのが第一、ディティールに関してはかなり忘れてる部分があったんですけども、ただコアのストーリー、クラウドと、まあ、メインキャラクター、エアリスやティファに関する、まあ、もしくはあのライバルのセフィロスに関するコアなストーリーっていうのは非常に、まあ、明確に鮮明に覚えているので、まあ、また再びこのキャラクターたちをこう扱えるような、になったんだなっていう、こうなんだろうな、感慨深いものはありました。まあ、驚きというよりも、まあ、実際にリメイクを制作にはするにあたって、その前にその原作をプレイしてみたんですけども、まあ、驚くほど自分が思ってた印象よりもそのミッドガルの中のストーリーってあの短いんだなっていうのが結構ね、プレイをこうなんだろうな、直線でプレイすると結構 7,8 時間ぐらいでミッドガル出るまで終わってしまうので、あの自分がもともと思ってた印象はもっと長い間ミッドガルで過ごしてたみたいな印象があったので、そこはこうあの過去の印象と違ったなと思いました。 なので今回リメイク制作にあたってはやっぱりその印象深いミッドガルっていう部分を、よりあの僕が、ここまでに思っていたイメージ通り広がった世界っていう部分を体験してもらいたいなという思いがあったので、まあ、今作を制作するにあたってはよりそのミッドガルをより深く掘り下げて、まあ、あの追加の要素や、より前作では描かれてなかったようなミッドガルの世界観っていうのを描くことに、注力しました。まあ、ストーリーの最初の方の舞台になるミッドガルっていう大きな町があるんですけども、まあ、シンダカンパニーが30年ぐらいかけて作った鋼鉄の都市です、非常に、高層の都市でしてね、あの上の方にプレートと呼ばれてるその比較的裕福な人たちが住んでる層があって、下はスラムという貧しい人たちが住んでるエリアがあって、まあ、格差を絵に描いたようなそういう社会ですね。それは当時作った23年前に作った設定であるんですけど、こう今の時代にもある意味こうなんだろう通用する、世界観、世相を反映したまあ世界観になってるんですけども、あのそこに危機感を感じた、アバランチという組織がその攻めを吸い取るシンダという企業に対してこう抵抗していく物語っていうのがベースとなっています。シンダカンパニーが、独占している星のエネルギーをもっとあの自分たちに、の自然な形にあの戻そうというのがアバランチの思想なんですけれども、アバランチのあるマークウォール爆破作戦に参加してもらうためにあのクラウドを雇って、元ソルジャーのクラウドを雇って、ストーリーが始まっていきます。今回ね、フェフセブンリメイクがその原作でいうところのどこのエリア、どこのストーリーまで描いているかという部分なんですけども、まあ、いわゆる原作でも印象的だった一番マコーロの爆破のシーンから始まりまして、まあ、ミッドガルのさまざまな側面を描いて、ミッドガルを脱出するとこまでを今作で描いています。キャラクターですけれども、まずはクラウド の、まあ、性格とか、特徴ですけれども、あのクラウドはやっぱりファイナルファンタジー7 の後に、まあ、いろんなゲームに彼が登場しているとどうしてもやっぱりクールなヒーローであるとか、まあ、すごい完成されたかっこいいあの主人公というもののイメージが強いかと思うんですけれども、まあ、彼は元あの特別な兵士だったんですけども、なんて言うんでしょうね、こう子供の頃から人に認められたいっていう気持ちが強くて、俺は特別だっていうふうに思ってたんだけど、まあ子供だったんで何もない。それで、何者かになりたくてそのソルジャーになる道を選んで、でソルジャーを辞めてあの幼馴染と再会してっていうところから始まる。結構複雑な、あの明るい人じゃないですね内心いろいろ抱えてる人です。まあ、伝えたいのと同時にドキドキしてることなんですけども、主人公のクラウドの内面をもっともっと深く描いてて、原作の時はクールでかっこいい感じに描いてたんですけども、今回はそれがちょっと外してるっていうか、
痛い時も痛い、かっこ悪い時もあるっていう、その彼はもう認められたくてこうすぐ見栄を張っちゃったりとか、知らないことは興味ないねって、興味ないねっていうのがかっこいいんじゃなくてかっこ悪いセリフなんじゃないのっていうふうに今回はやってるんですよね。そこはちょっと自分でもチャレンジしてるんですけど、同時に皆さんは受け入れてくれてるのかなって受け入れるのかなっていうのはドキドキします。そのキャラクターがすごいリアルになったので、昔みたいにそのなんて気持ちが変わる出来事をちゃんと描かなくちゃならないので、そこはすごいチャレンジしてますね。それでもまあヒロインとして、ティファっていう女性が登場するんですけども、彼女は故郷を破壊されて、お父さんも殺されてしまって、その復讐をするために生きてるんですけども、その復讐の仕方にすごい迷いがあるという、そんなことしてていいのかなっていうのもちょっとあったりして、そういう、こう暴力行為があのいいことなのかどうかっていうところを悩んでいたりとか、そういったあの少しあの悩んでいる状態で物語に入ってきます。ですから彼女の幼馴染のクラウドが現れたことで少し変わっていったりとか、そういったこうなんていうのかな、すごく繊細な部分を、例えばあの声の演技であるとか、ちょっとした表情であるとかをしっかり見せることで今回新しくリメイクされています。まあ、主要なキャラクターとしては、あとバレットっていう男が出てきて、彼はまあ勢いがあるというか、常にアグレッシブに動いてる人です。当然リーダーであるから自分がこう先頭に立ってみんなを引っ張っていくんですけれども、まあ、どちらかというとこうその熱い心が空回りしてしまうタイプなので、実際はその周りのメンバーが必死になってバレットを支えているみたいな形です。エアリスは、今は言えない生い立ちがあってですね生い立ちを抱えてて、そのせいで、人生の最初の子供時代の3分の1ぐらいをこう部屋で監禁されて育ってたこともあってですね、すごい自由を大切にしている人です。好奇心も旺盛で、人にも優しくて、なんて言うんでしょうね、生きてることを本当に大事に大切にしている人ですね。はい、今回のリメイクにおいて実はすごく隠された新しい設定が盛り込まれています。本当にわずかに出てくるだけなので、分かるか分からないか分からないぐらいな、まあ、エアリスは、そうですね、特殊な能力を持ってシンラカンパニーからも、追われているみたいなキャラクターなんですけれども、彼女はそんな境遇にありながらもすごく明るく前向きに生きているというか、はい、他にメインキャラに匹敵するキャラクターとしては、今回はそのアバランチのメンバービックス、ベッチ、ジェシーっていうキャラクターをそれぞれ深く描いています。で、彼女たちがそのクラウドとどういうふうに接することで、クラウドがどういうふうに変わっていくかとか、ミッドガル編っていうストーリーを深めるときにとても重要度を増しているキャラクターがアバランチのメンバーです。それから、セフィロスという、キャラクターが、いるんですけども、彼は、クラウドなんか子供の頃に憧れた非英雄と呼ばれてたソルジャーなんですね。だけども、行方不明になってて、今消息不明というところからお話は始まります。はい、クラウドやアバランチの前に、立ちふさがる敵としてシンラカンパニーっていうのが、登場します。プレジデントシンラっていう、一代で巨大企業を築き上げた男が率いる、政府であり、大きな会社なんですけど政府であり、軍でもあり、その世界の支配者みたいな位置づけの、会社ですね。そのスクエアエニックスさんからリメイクやりますよって言われた時に、そのセリフをどの程度直すんですかっていう話をまずさせていただいたんですけども、
というのも昔の原作のセリフって読むセリフなんですよね。その声じゃない。だから今度は、ちゃんと役者さんが喋るように変え、そういう声が入るんだったら変えたいっていうのを、もう何ならとにかく全部変えたいっていう話をさせていただいて、で今度はすごいリアルなキャラクターになったので、そのなんて言うんでしょうねデフォルメして、まあここはいいんじゃないってカットしてた部分をまた、詳しく書き込んだりしています。はい、例えばキャラクターのセリフであるとか、あの会話内容に関して言うと、当然その原作であの印象に残っているところはそのまま使っているんですけれども、まあ、当時はやっぱりテキストベースで、キャラクターのフェイシャルもなく、あのカメラの描写もあの乏しい状態だったので、それをそのままやってしまうとすごく説明的になってしまって、あのちょっと現代のクオリティにはならないので、まあ、自然な、よりこう会話が自然になるような形での、あの改編をしていますけれども、まあ、すごくとても印象は変わらないように作っています。あの今回もう全てボイス付きで、あのキャラクターもしっかりとしたあの等身のものになっていますので、まあ、一番難しかったのは、あの当時その黒い画面にあのテキストだけでクラウドの心の声みたいなものがあの表現されるんですけれども、それも今回あの一体その心の声は誰の声なんだっていうところも含めて、あの声が鳴ってしまった時点で分かってしまうところもあるし、あの黒い映像だけではあのさすがにビジュアル的に弱いから、まあ、そこをあのどういうふうに表現するかみたいなところはあの工夫して、あの、まあ、当時と同じようにこう謎めいたものとして見えるようにあの作り出すことができていると思います。リメイクするにあたって、あの原作どこまで忠実にやっているかというとですね、まずストーリーラインに関して言うと、あの原作にあのすごく忠実に作っています。まあ、例えばそのマコールを爆破して、7番がイスラムに戻ってみたいな、こう大きなストーリー構成に関してはすごく原作に忠実です。まあ、メインになるストーリーは同じなんですけども、まあ、原作にある大きな出来事の間に、その主人公のクラウドと周りの人たちがこう人間関係を深めていくシーンを追加しています。幼馴染のミッドガルで幼馴染のティファーの紹介で、ティファと同じアパートの部屋を借りることになるんですけども、日本のスタイルのアパートで、これはなかなか可愛らしいシーンになっていると思うので、楽しみにしててほしいです。まあ、リメイク版を作るにあたって、まあ、オリジナル版をプレイしてから始めるっていうあのスタッフは多かったんですけれども、あの私の場合はそのオリジナルの時にあの制作に関わっていたんで、あのどちらかというとその自分が制作した気持ちというか、そういうものを思い出すように、あの改めてプレイをするというよりは、どちらかというとそっちの、あの当時セブンを作り出した時の気持ちっていうものを思い出すことを中心に、あのプロジェクトの前に臨みました。今回のファイナルファンタジー7リメイクを遊ぶにあたって、あの原作を知ってる必要っていうのは、まあほぼっていうか、まあ全くないと思います。あの遊び方も新しいし、新しくなっている部分は全部説明がありますし、ストーリーも非常に分かりやすく整理してますんで大丈夫です。はい、なんとなく作ってた当時の時代の雰囲気っていうのをなんとなく反映してるような気はしてるので、それが今改めて通じるのかっていうのは非常に、楽しみにしております。自分が20年前に20年まあ20数年前に考えたようなことが未だにこう皆さんに、好きでいてくれるっていうのはもう本当に嬉しいです。だけどその皆さんの大事な思い出にをまたこうリメイクすることに関してはちょっとやっぱり恐れもあります。ドキドキしてます。はい、3年前の原作で体験したこうストーリーのこう驚きっていうのを、いかにその当時を知らない人も同じような驚きを味わってもらいたいっていうのが、我々のこう、まあ、望んでいる、プレイヤーさんの方にこう体験していただきたい、体験なので、よりこうなんだろうな、その
リアルにかつ表現力が高まったキャラクターたちに非常に感情移入してもらって、そのクラウドたちの気持ちになって、あの三笘の世界もしくはその、シンラとのこう対決のこうストーリーっていうのを体験していただけたらなとは思っています。で、原作を知ってる方はじゃあその原作をこう今回なぞるだけのストーリーになるのかと言われたら、あのもちろんあの原作で非常にこう印象に残って良かった部分は、そのまま再現されている部分もありますし、それを追体験してもらうっていう喜びもあるんですけども、逆に原作ではなかった部分もしくは原作で本当はこういうところは描いてもらいたかったっていう要素も、多分あの私はそこの期待に応えられるような、まあ、表現力を持った作品になっていると思いますので、原作をプレイした方もいろんなこう楽しみ方、あの追体験したりもしくは新しい要素を発見したりっていう部分で、今作を楽しんでいただけるんじゃないかなと思っています。